思い出の後先、夏祭りよいかがり、胸の高鳴りに合わせて、8月は夢花火、私の心は夏模様。ということで、改めまして、工藤慎太郎と言います。実は青森の方でこのように僕あの歌を歌うというのは初めてと言っても過言ではありません。素敵な場所でですね、コンサートを行えることを本当に光栄に思っております。まずはこちらのマスター、普通は歌わせてくれません。今日は6時に早々と閉店して、このステージを作ってくださいました。大きな拍手で、こちらのマスターです。真夏の夜の、歌の時間ということで、今日は僕だけじゃちょっとやっぱり青森心細いなということで、助っ人と言ってはあまりにもとてつもなく素晴らしすぎる方をお呼びしてしまいました。青森出身の、歌姫です、シノンさんという方をお呼びしたいと思います。大きな拍手でお迎えください。次の曲はですね、僕が作詞作曲をした曲なんですが、シノンさんと東京でコンサートをやったという話したと思うんですけど、僕はあの月刊キャッチボールというイベントをやってます。毎月違うゲストの方をお呼びして、で、まあ、要は自分の歌と相手の歌をキャッチボールし合って歌うという心と歌のキャッチボール、そんなテーマでやってるんですが、シノンさんにとっても合うだろうと思ってこの曲をプレゼントしたんですけど、ものすごく素晴らしかったんで、弘前の、皆さんにも聴いていただきたいと思いまして、エデンという曲があります。四季折々の、恋人同士の歌です。聴いてみてください。よろしくお願いいたします。夢を見ていた。夢